霧島神宮霧島神宮は、鹿児島県霧島市霧島田口にある神社。縁起式内社の論社であり、旧社格は、官兵大社。現在の祭神は次の七柱。古旧し、金明天皇の身を、喜び種商人という僧侶が、高千穂峰と狐峰の間の、世王二社殿を作られたのが、始まりとされ、一説に、金明天皇元年の創建とも言われている。 高千穂峰が日本神話の天孫降臨の伝承地とされることから、現在は日向三代にまつわる神々が祀られているが、もともとは高千穂本そのものを信仰の対象とする山岳信仰から始まった神社であると考えられる。元の社地の瀬王王は、河口に近い場所であったため社殿は噴火で、たびたび炎上し、延暦7年7月の狐峰の噴火で消失した。 その後、天領三年、あるいは、村上天皇の御世の天略四年に、昭空商人によりせ、田を御世に再興されるが、ここもたびたび噴火の巻き添えで炎上し、文略元年の狐峰の大噴火により、社殿、僧坊等が、ことごとく消失したため、霧島一致田口の町よに、仮見屋を建てて、約250年間祀っていた。文明十六年、島津忠政の命により、 県喜び商人が再興したのが、現在の霧島神宮である。ただし、社殿はその後も、幾度も炎上し、現在の社殿は、聖徳五年、島津義樹の奉納により再建したものである。また一説には、文略元年の噴火で社殿を消失した後、社殿を霧島山の東の長尾山に移しその後、文明十六年、島津忠正がこれを、東社と、 日社の二社に分けたとも言われている。またこれ以外にも、社殿を霧島山の東の長尾山に移した後、現在の霧島新神社と霧島東神社の二社に分け、さらに霧島東神社から霧島西神社を分けたという説もある。歴代島津市の尊数厚く、島津義久は天正六年耳川の戦いに臨む途中に参拝してくじを引き、 また、九州北上にあたっても、天正十四年6月に、日向国総選抜職の面公前在坊と、重臣、山田有信を、再び9月に吉田清志有を、それぞれ使わして、九条引き進行方面を決めるなど、重要時の決定に際したびたび診療を仰いでいる。また、坂本龍馬が、日本最初と言われる、新婚旅行で、霧島連邦を訪れたことが知られるが、 その頃にはすでに山頂には、天心妃、高彦か二二木の村が突き刺したという天の逆鉾があった。明治期の神仏分離令が発令されるまでは西、古材書霧島権限と称し、本寺堂は十一面観音。別当時に花林寺を有する。霧島山を中心とした修玄像による霧島六書権限信仰の中心的役割を果たしていた。 神木の杉また、神木の杉は、樹齢約800年と推定され、南九州の杉の祖先とも言われている。年間約100もの祭儀が行われている。重要文化財指定以上の社殿は、鹿児島藩主東津基地、高野基神で、聖徳5年に建立された。社殿はいずれも種塗りの華麗なものである。特に本殿は、内部も豪華に装飾され、柱、梁。 投げしなどはすべて手漆るし塗りとした上に洋所を、彩色文様や、と金の飾り金具で装飾し、壁には、国際色の浮き彫りを施した羽目板を配するなど、税を凝らしている。神社建築で、外部だけでなく、内部まで、このように装飾を凝らしたものは珍しく、西の日光という別名を持つ。もともと、霧島山一帯が霧島神宮の境内であったが、 明治4年の廃藩地県の際に、霧島山の頂上に沿って県境が引かれ、宮崎県内は神宮境内から外された。明治15年には、さらに7810ヘクタールが削減され、昭和21年の日本国憲法制定による宗教法人化で山林の大部分は日本国に譲渡された。その後、採典行事に必要な789ヘクタールが、 神宮へ変換されている。ありがとうございます。